はい、皆さん、こんにちは。箱番キムです。8月15日、韓国のカンハムンで、保守団体のデモがあったんですね。未来党である民玄国元議員がデモを行うための許可がおり、文大統領退陣や弾劾を求めるとともに、玉ねぎ男や共に民主党を求断するデモでした。これに対して文大統領は、国家貿易システムに対する明確な挑戦であり、国民の命を威嚇する許せない行為だ。 強制手段を動員しても協力で断固たる措置を行わなければならないという国民に対して脅迫のような発言をししてて炎上しています実際に8月15日暴力デモ解散に応じなかったことで30人が逮捕される事件があったんですねつまり韓国貿易に全力を尽くしているのにどうしてお前らは邪魔しているのかという意味ですが実際にこの頃感染者が増え始めました。 ですが政府はすでに何日か前から国民に向けて景気対策としてなんと330億ウォンをかけて外食費を捻出しました政府でお金を出すからみんな外に出てご飯を食べながら文化生活を楽しみなさいということですねこの他にも農村旅行割引キャンペーンなどさまざまな政策を打ち出しましたが保健福祉部は旅行に行かないで家にいてください と言い,い、だから政府は外に出ろって言うし、保健部は家にいろって言うし、一体どうすればいいのか。結局感染者が増加し始め、2日で中止になりましたね。しかし民主党側は、感染者が増えた原因を815デモにあると、補修団体のせいにしましたね。 8月10日からコロナ発生地である武漢からの入国制限を除外して16日は武山ヘウンデだけで26万人が集まりその他プールを合わせると武山だけでなんと86万人が集まったそうですこのような前後の事情は全て切り取ってコロナ救助原因を815デモのせいにするのは事実まが合わないと思いますこれに対して医療協会は デモのために感染者数が増えたわけではないと明らかにして保健福祉部の大臣であるパク・ヌンフーもこれに同意しましたつまり学会で認める公式的な潜伏期は5 2日とし感染者は8月14日から増加し始めたため増加の原因は5日前の8月9日から2週間前の7月31日になる。 とということですね多分ご存知の方も多いと思いますが8月15日の補修団体デモにはキリスト教会団体も大規模参加ししていましたクリスト教側は結構前から韓国政府が教会を弾圧するのではないかという主張がありとんでもない言いがかりをつけてジョン・ガンフン牧師について持続的な弾圧や押さえつける行為などは韓国がついに共産国会の連絡を見せつけることだ。 と口にしてこれは最近だけではなく2018年にもののニュースををを実に宗教や言論の自由を弾圧する悪賢い行為を中断しろというのが教会側の立場でした、えー、果たしてこれはキリスト教会弾圧として見られるのか実際総選挙前に共に民主党の院内代表であるイ・イ・ヨンは今回総選挙は宗教・言論などの派権が再編されるきっかけになる。 えー、こういうふうに言ったんですけども、それにもかかわらず韓国国民は180議席を与えてしまったんですね。僕個人的には宗教を信じていないんですが、民主主義の国家なら宗教の自由、言論の自由はきちんと守るべきだと思います。さて本題ですが、仮に韓国が宗教、特にキリスト教会を弾圧するのであれば、その理由が何なのか、それについて僕の考えを話していきたいと思います。 一つ目は思想的な衝突です。皆さんもご存知のように、韓国は現在、民主主義から社会主義、共産主義への道にどんどん変わっていってるんですね。社会主義とは本来、唯物論から生じたものであり、マルクスとエンゲルスは、歴史を発展させる原動力は人間の意識や観念ではなく、物質に基づく生産様式である。 つまり万物の根源は物質であり神は人間の意識が作り出した巨像に過ぎないという立場だったんですねマルクスとレーニンは財産や経済でも平等を主張していますがキリスト教での富とは金面と正義の結果であると言います手を動かすことを怠る者は貧しくなり勤め働く者の手は富を得る。 このような恐竜のため、社会主義国家とキリスト教会は共存しにくいという主張も多いのです。実際2018年、国際キリスト選挙会であるオープンドアーズのキリスト教弾圧リスト国家のチャートを見ると、北朝鮮が圧倒的な1位になり、これはなんと17年連続だそうです。 二つ目は結集となります。過去スターリンはマルクスやエンゲルスのバラバラになった原稿を取り集めて全集を編集しマルクス理論を体系化して教科書を作りました。これらに基づいてソ連共産党史という一般人向けの教科書を出版してスターリン本人の論文まで取り込みました。その結果新たに生まれたスターリズムのソ連は全人民国家になりついに社会主義の社会に侵入する 現在スターリズムと似たような流れを示す国家がありましてそれが中国となります中国の国家主席である習近平は「マルクス主義ははにに世界をを変変えたただけではなく中国を深刻に変化させた現代中国のマルクス主義21世紀のマルクス主義の新しい時代を開かなければならない。 と主張しましたね。ですが、これはただの思想であり、過去のスターリンのようにマルクス主義に基づいて、新しい習近平体制を作りました。ズバリチャイナドリームです。チャイナドリームで一番重要なのは、国家的な統合、そして過去、中華思想が中心になった中国の復活になります。このような習近平思想に対して、キリスト教会というのはとても危ない宗教に間違いないですね。 やはり中国ではクリスト教弾圧がどんどんひどくなっています中国当局非公認キリスト教会の牧師ら100人拘束中国当局3000人収容のメガチャーチを破壊約4000個の十字架をすべて提供し資本教会の強制撤去などこのように中国共産党のクリスト教に対する弾圧はどんどんひどくなっています当局は教会内に国旗や 習近平の肖像を掲げて社会主義の価値観を詰め込んだ宣伝を要求するこれらを断ると教会は完全に閉鎖すると伝えた閉鎖の理由としては法律の違反だと言ってますが実際に中国共産党の人数は約9,000万人で教会人は約1億人ぐらいなため結集に対する心配をしているのではないのか。 という解析が多いですね。韓国も同じく中国と共にチャイナドリームを計画しているためこのような集会団体に反対するのではないのかと思いますね。共産主義に強い批判をするのはキリスト教会ですからこれからもこのような弾圧は 続くと思います。まあ、宗教だけではなく、彼が歩んでる道に反する団体、あと個人は、これからも当然何かされると思いますけどね。結局、韓国人自ら作った社会、韓国人たちが選んだ政治ですから、これからも韓国がどのように変わっていくのか、とても注目してみたいと思います。あと、この間ですね、リアルタイム検索ワード1位になった3040ムンジェインに騙された。 そういう検索ワードだったんですけども、僕の考えですと、ムンジェインは国民を騙したことがないですよ。文大統領は最初から社会主義、共産主義の政策をやるってずっと言ったんですよ。それにもかかわらず国民たちは気がついてなくて、今さら言ったってしょうがないと思います。まあ、だから180議席、